おはようございます。速稼塾の久保です。昨日はご連絡ありがとうございました。まあ、N さんからのご連絡と、まあ、お電話だったんですけどもね、対応させていただきまして、今日はシェアをしたいと思います。その N さんはですね、まあ、久保さんと仕事ってのは一体何なんでしょうかというふうにね、まあ、ご自身のお仕事のスタンスにかなり悩まれていたみたいなんでね、私がお答えしました。まあ、2つお答えしたんですけども、仕事っていうのはどんな本質を持ってるか、それはですね、商品を紹介するか、人を紹介するか、会社を紹介するか、この3つ以外にはないと私は申し上げました。それ以外の例えば何かを作ったりとか、パソコンで何か作業をしたりとかっていうのはね、これね、作業なんですよ。仕事ではなくて作業です。この作業っていうのはいずれ、低所得の人に変わられていくか、無所得の機会に変わっていきます。ですんで、この作業をねずっとしていてもしょうがないし、作業が上手になっても仕方がないんですよ。作業がしやすくなるように、もしくはどんな作業があるのか、その作業は何を意味するのかってことを考えるのが、まあ、経営管理というものなんですけどもね、労務管理というものなんですけども、仕事が上達しても、それは作業が上達しても仕事が上達したことにはならないってことなんですよね。まあ、ですので、その方に申し上げたのは、あなたは今まで自分の会社を、もしくは自分の商品を、自分の会社の人を、この人、商品、会社、この3つのうちいずれか紹介したことがありますかと、それに応じて所得っていうのは決まると思いますよっていうふうにお話したんですよね。まあ、そしたら、紹介をしたことははっきりとはないということで、それは営業部の仕事ではないかっていうわけなんですよね。いや、営業部の仕事でもあるけども、従業員として300人のね、従業員さんがいらっしゃる会社なんですけども、誰が自分の会社を紹介してもいいんじゃないですかと。もっと言えばですね、製造に携わる方が自分の会社の商品を、まあ、営業部でもないのに人に紹介するほど愛していれば、その会社は発展するんではないかということを申し上げたんですよね。私が考えるのは、営業をする必要のない部署の人が営業して悪いことはないのに、それをしないってことなんですよね。どん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 営業して、生産部門の方が、その商品をね、もしくは会社をですね、会社の人をですね、紹介して人気にしてしまえばいいんではないかなと思うんですよ。まあ、必ずしも営業の人だけがやるものではないと思いますね。うん、で、営業の人っていうのは商品知識もつけるし、商品の修理とかメンテナンスを多少は学ぶわけなんですよ。そういうことも考えても、別に部門を超えてですね、全ての能力を自分が身につけてもいいんではないかなと。要するに個人の時代です。一人が全てのことをね、できるようにやっていくってことですよ。もちろん深いところまでは無理ですけども、まあ、浅いところまではね、しっかりと理解してもいいんではないかなということなんですよね。まとめますと、仕事っていうのは人を紹介するか、商品を紹介するか、会社を紹介するかっていうことになると思います。そしてですね、肝心なこと、2つ目の要素なんですけども、責任を取っているかってことですよね。まあ、今の時代ね、日本に足りないもの、そして個人に足りないもの、何かっていうと責任なんですよ。やっぱり責任をね、みんな逃げるんですよ。結果的な責任を取りたくないからリーダーをやらないとか、責任を取りたくないから代表をしないとかね、責任を取りたくないから自分が頭に立ってやらないとか。で、その割にはですね、責任者に対して、まあ、すごくね、クレームを言うのは上手なんですよね。不満をさらけ出すのは上手なんですよ。じゃあ、こういうことを言ってですね、何か栄達があるかなということなんですよ。やっぱり、商品を紹介した責任とか、人を紹介した責任とか、会社を紹介した責任を堂々と目の前に立って立てる方、こういう方が求められているんではないかなと思います。いちいちですね、責任を取るのが怖いからといって腰が引けているようでは、これは何の道も開けないということだと思います。はい、仕事っていうのはね、何かっていうと、商品を紹介するか、人を紹介するか、会社を紹介するかということになりますけども、紹介した責任をきちんと取るつもりでやっているかってことも重要な要素なんではないかなということをお話して、昨日は終わったわけなんですけどね、まあ、その方から今朝メッセージが来たわけですよ。こんな素晴らしい文章を読みましたということでね、まあ、私が推薦したんですけどね、管理者の条件っていうのを探して読んでみてくださいっていうことをお話しました。その方はね、やっぱり名目管理者だったんですよ。でも今までこんな意識でやったことはなかったってことで、私の管理者の条件っていうのを探して読んでみてくださいってことをね、見つけましたっていうことだったんで、メッセージをね、今朝いただきました。管理者の条件、部下の拒絶反応にあい、たちまち部下の仲間入りをし、上司や会社攻撃に走る若武者型の管理者よ、あなたは最も同情に値しないと。部下が、自分が部下に好かれるに違いないというその甘さ、拒絶反応にあい、たちまち部下の仲間入りするその無責任さということでね、まだまだ続いてますけども、この管理者の条件を私もね、サラリーマンをやった1年目に読まさせていただいて、ひどくね、感銘を受けたなということでございます。人気者であっては管理者が務まらないと、攻撃されないようでは管理者は務まらないということですよね。ぜひね、仕事の意識を高めるために、管理者の条件、皆様も調べてみてはいかがでしょうか。では本日は以上です。